父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だっていうまで叩いてやるさ。それまで元気で待っててくれよな。就職列車に揺られて